とあれだね。ドズルさんも偉くなりましたね。ドズルさんそれやってること好きやテイクアウトして吉牛で食ってる感じだからね今。めちゃくちゃだからねやってること。出た。たかり、あ、ドズルさんじゃないですか。たかり。大きさ正しくない？いやでも世の中持ちつ持たれつじゃないですかやっぱ。それってさ、俺のこと叶えた側がこう言う。なんか言わなきゃかわいそうだよだって待ってるもん。ちょい、あわれみでない。トモさん、あ、ドズルさんじゃん、チース。トモさん、どうも、お久しぶりです。ワンパン。チース。ちょ、先輩、僕、3分前に初めてこちらの世界に来たんですけど。そうなんだ。そう、今、職業を何にすればいいか悩んでて。あ、なんだ。で、エンチャンターは、トモさんが牛耳ってるからやめろっていう。牛耳ってないよ、ドズルさん。そんな、俺がそんなことするわけないじゃん。いや、この世界でトモさんと協業になったら生きていけないぞっていう。これ、とりあえずこれ。なんすか、これ。これ見て。え、めっちゃいいじゃないですか、これ。超強いじゃないですか。これ即よ。いや、すごいなぁ。でも結局、何になっても、はい。一点突破だから、うん、誰かしらの力借りないといけない。まあそれはそうですよね。結局採掘時になってもただ自分でピッケル作れるだけだから。でももうドズル社が来たらあれだね。市場価値下がるね、ダイヤの市場価値。いや。そんな、まあでも僕掘るの好きなんで。本気出しちゃダメだよ。わかりました。はい。こっそりしときます。ドズルさんさ、ドズル社の中では俺が一番下手とか言うけどさ、なんていうの？ボンさんの次です。ドズル社がさ、ちょっとすごすぎるからさ。いや。わかりました。はい。お願いします。いい感じにしときます。あ、父さんお疲れ様です。どうも。すごいよ、オタクの大原さんが。ありがとうございます。エンチャント、父さんにしていただくのに何かこう、お支払いするものとかあるんですか？今欲しいのは、はい。例えば何を出せます？別に足元は見ないですけど。いや、僕はもうちょっと貧乏なんですよ、本当に。ダイヤが多少あります。どこのチーム？ポッキーさんとこに入れてもらいました。あ、ポッキーさんいるんですか？ポッキーさんいましたよ、さっきまで。全然、俺に挨拶来てないポッキーさんが。言っといて怒ってるって。あ、わかりました。ちょっとかなりトモさんが怒ってた。ドズルさんにはお世話になってるから安くしてあげたいけど、ポッキーさん来なかったな、会いに来てくれなかったな。そうですね、ポッキーさん、そう、チームごとなんですね、その評判は。いや、そらそうですよ。なんとかこう、鶴橋の効率が上がれば、効率強化の、5いっちゃう？え、5あるんですか？いや、もう5はもう何が何でも本当に喉から手が出るほど欲しいです。5は結構高いですよ。ちょっと。相場いくらぐらいなんですか、トモさん？相場最低でも20とかはいただいてはいるけど。20っていうのは単位なんですか？20っていうのは。なんかの単位。それは指してよ、こっちでは言わないから、20。20何なの？じゃあ、何がこの世界での単位なのか、20万円ですか、まさか。リアルマネトレード。20万円。リアルマネトレードやめてください。やばい。ちょっと。経費いける？これ、ドズル社経費いける20万、これ。いや、ギリいけると思います、さすがに。はい、活動費として。活動費で。経費落とせますよ。切っちゃう。一旦ちょっと税理士さんに相談して。そうですね、一回税理士のターン挟んだ方がいいですね。はい。20、いや、単位が分かんなすぎて、トモさんの。一応、ダイヤ20個でやらせてもらってはいる。じゃあ20持ってきます。大丈夫ですか？全然いけます。20ならやらせてください。行きましょう。トモさん。はい、僕の全財産の20ダイヤです。ちょっと待って、ドズルさん。はい。ありがとうございます。じゃあ。お客様は受付でお待ちください。あれ、こんなとこに。あ、すごい。鏡の友と瞳子のエンチャント。いらっしゃい。どうも、父さん。はい。どんな感じですか？本屋さんですか？本屋さんなんで、エンチャント。そうなんですね。あ、じゃあ、効率強化5で大丈夫。大丈夫。ちなみに、かなとこって誰でも作れるんですか？かなどこは、ご用意あります。ありますか？ご用意あります。じゃあちょっとそちらちょっと買いたいです。はい。お客様先払いで一回ダイヤをここに入れていただいてよろしいでしょうか。わかりました。はい、ありがとうございます。これがもう、なけなしの僕の全財産です。法律許可と交換でどうぞ。あ、ありがとうございます。うわ、すごい、本当にあるんだ。はい、頂戴しました。本当にあるんだ。疑ってた。いや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 。こんな、なかなか、これどうやってちょっと待ってください、伊藤さん。ない。どうぞさん、そこから先は思考停止しなきゃダメだよ。いや、なんか、中から声が。どうするさん。エンチャンターですよね、ともさん。そうだよ。だからエンチャントも渡して、どうするさん。いや、なんか中からなんかすごい、人の声がするんですが。何も聞こえない。従業員を多く抱えてるだけ、ドズル社と一緒。これ、ともさんがエンチャントされた本ですよね、これは。ドズル社よりはブラックかもしれない。はい、なんですか？なにちょっと待ってください、ともさん、後ろに誰か見えますけど。あれ、経理の山田さんだ。ともさん、こんなくどい商売やられてるんですか？いや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 。経理の山田さんがまだ残業してるだけ。あ、そういうことですか？そう。これちょっと労基に行ったら大変なことになる。ならない。あ、すいません。じゃあちょっと僕、誰にも黙っとくんで、かなとこが欲しいです。かなとこご用意あります。裏口にお待ちください。ありがとうございます。こちらに行けば。お得意様だけだからね。ありがとうございます。はい、もう黙っとくんで僕。初回の人でここまで利用した人いないから。とするさん。ありがとうございます。じゃあこちら使わせていただきます。どうぞ使ってって。うわこれ口止め料だからね、ドズルさん。はい、もうこれも絶対に誰にも言いませんので。オッケー。ありがとうございます。これで、カポカポ。はい。どうぞ。儲けてきます。はい。ありがとうございます。はい、また何かあったら。お邪魔しました。また相談させていただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、お客様お帰りです。前通り。いや、いい買い物ができたな。よかった。やべ、経理の山ちゃん見られたな。これ見えるか？マイクラ勢はわかるよな。何してるか。まあ、とりあえずここのちょっと完成まで行こうかなっていうぐらいで。すごいいいね。はい。お客様勝手にそこは開けませられませんよ。お客様どうぞさんでした。お客様。かなとこちょっと。お客様ちょっと。お客様話が。社長がごめんなさい。お客様これはロックですよ。お客様そらそうでしょ。お店の裏口はロックでしょ。落ち着いてください社長。すみません。うちの社長が。本当に。いや。社長なら何やってもいいのか。いや、違います。時間を考えてくれ、こんな時間にどんどん鳴らされてみろ。違うんです。経理の山田さんが起きちゃったじゃないか。いや、ともさんから使っていいよってさっき言われたんで、ちょっとせっかくだから。1回だけだって。1回だけなんすか？それはそうでしょ。なんとかもう一回本当にもう一回今日ラストっていうことはドズルさん、はい、あれでまた4日目インされるかわからないですけど、今夜もそれも投資ですよ。今日1回になりますよ。だってこの18日ラストってことでしょ。いや、違います。17日の夜ラストです。17日の夜ラストってことか。はい。今17日の、はい。じゃあ今29時ってことですね。今29時30分なんで。なるほど。17日の29時っていうこと。17日ラストです。すいません。お願いします。ごめんね。本当にお客様。これ消耗されてますからね、うちのこれが。これ消耗されてます？そうです。壊れる方に向かってるんだから、これ。じゃあ、こちら、どうぞ、つまらないものですが。もちろん、それはもう。鉄の、それだったら。48鉄で。それ早く出してよ、どうぞさん。これがお渡しできればよかったんですね。そう、もちろん、それだったら話変わるから。失礼しました。本当に。またじゃあ、よろしくお願いいたします。もちろん、いつでも。いや、ともさんのおかげで、ありがとうございます。持ってきます。すいません。失礼しました。はい、頑張ってね、どうぞさん。はい、頑張ります。お客様お帰りでーす。またのお越しを。いいね、ランちゃんいいね、掛け声。誰だこれ、いたずらしたの。どずる。ランちゃんよ、腐った肉を樽に入れたかい？入れてない。本当は？そんなことしない。捨てる。大原さん絶対やんないもんな。待て、社長やったかこれ。これスクショ。はい、スクショ撮りました。お疲れ様です。お疲れ様です。社長はどこ行った？お宅な。地下深くに。最後の一掘りだっつって、地下に、こっちの。なんか、穴に切りました。社長と取引終わった後の樽に腐った肉がいっぱい詰められてて、うちへのクレームかなと思って。あー、なるほどですね。そういうことがあったよっていうのと、今後の取引を一旦考えさせていただきます。出来上がってるでしょ、社長。お伝えくだされば光栄です。はい、ちょっと、うちの社長がほど大変してございました。申し訳ありません。もう社長を出してもらえないですかね。地下に行けば。今いないです。今言っといてください。はい、ちょっと今、すすまみれで多分、今地獄にいると思うんで。なるほど。なるほど。ダイヤモンド掘ってる。怒ってたって言っといてください。わかりました。はい。ご立腹やわ。すいません。もう、はい。楽しい。どうも。いらっしゃいませ。あ、ともさん。何？今日も、素敵なお顔で。あ、ありが、昨日ドズルさんここに腐った肉詰めて込んでたでしょ、あれ。違うんですよ。やったな。いや、あれ本当に、うん。僕じゃないんです。誰？じゃあ。いや、知らないです。マジで知らないんです。だって、ドズルさんが最後でこの樽触ったの。いやいや、だから、僕のせいになってて、僕びっくりしたんですって。そんな、だって。金、どこ使わせてあげたのに、そんな、いやいやいや、だから、そんな恩をいただいてる。じゃあ、勘違いってこと？いや、ですよ。じゃあ、それはじゃあ、焼き魚1個で詫びとく。本当に僕じゃないです、多分。じゃあ信じます。はい、いらっしゃいませ。何個入ってました？何個入ってました？ここにいっぱい一個ずつダラーって伸ばした。いや、それ絶対違う、絶対違う。誰だ？やられてますよ、だから、ともさん。あ、そうなの？身内の犯行かもしれません。身内？まあ、一人怪しい人いたけど、最後まで近くに。どうぞ、ちょっと今日、かなとこ使わせてもらいたいんですけど、ありがとうございます。ドズルさんだけだよ、こんなに優しくするの、俺。いや、本当にありがたいです、6皿で。本当に。しかもそれ、よその店で買ったエンチャント本を強化しようとしてるでしょ？違います。これ拾ってきたんです、僕。ドズルさん、それやってること、好きやテイクアウトして、吉牛で食ってる感じだからね、今。めちゃくちゃだからね、やってること。うちで買ってないでしょ、それ。いやいやいや、これは違います。これ、自分で取り寄せたやつなんで。自分で取り寄せたやつ？そうさ、物は相談なんですけど。何？レベル？ドズルさん、ちょっと。ドズルさんあれだね。ドズルさんも偉くなりましたね。昔のドズルさんはもっと謙虚だったな。なんだ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 。父さん違うんです。今ちょっとやろうとしたら足りなかったんですよ。まさか自分でも足りないと思ってなくて。分かって持ってきてるでしょそれだって。いや違います違います。こんな高いと思わないですもんだって。こんな高いの。なんで？しらじらしい。うわ、しらじらしい。こんな高いことありますかね？じゃあもう6皿でやってあげますよ。そんな安くでやってくれるんですか？いいよ。ドズルさんだけだよ、こんなに優しいの俺。じゃあ、金人参もお付けします。オッケー、じゃあちょっと待っててくださいね。すいません、ありがとうございます。ドズルさんだけだよ、こんなに優しくするの。いや、ありがとうございます。こちらです。はい、来た、来た。スニーク速度上昇つけたいんだ。そうなんです。僕ちょっと採掘師なんで、これをつけて、掘ってきます、たくさん。ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。うわ、ともさんからいただいたパンツ、ありがとうございます。はい。すいません。じゃあまたちょっと。ごひいきに。はい、本買いに行きます。はい。ありがとうございます。大変なことになって、面白かった。あ、誰だ？出た！あー、ともさん。たかり、ドズルさんじゃないですか。たかり！違う、間違えただけ、日本語を。たかりとは言ってない、言ってない、言ってない。高ぶっちゃった。ドズルさんに会ったから、高ぶっちゃったっていうこと。高ぶっちゃった。びっくりした。高ぶっちゃった。いやいや、なんかともさんが、今なんか日記を書かれてたんで。あ、そうそうそう、日記書いてたんですよ。ともさん今なんか欲しいものとかありますか？あ、ある。スライムボール。スライムボール？か、沼地の場所。そんな大量に必要なんですか？ワンスタック。ワンスタックも。うん。そうなんですね。スライムボールはもしか沼地の場所でも蚊ですよ。沼地ちょっと分かりました。ちょっと冒険して見つけたら報告します。そしたらお願いします。僕掘りの採掘師なんですけど、はい、なんか鉄とかダイヤとか鉄もダイヤもお客さんからいっぱいもらっちゃって、ああやっぱみんなそうですよね。そうそう一応足りてはいるんですよね。わかりました。じゃスライムちょっと見つけたらまたやってきますね。あお願いします。あわかりました。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。あ今日もはいよろしくお願いします。はいお願いします。あどうもどうもどうも。トモさんびっくりした。はい、トモさんこんばんは。こんばんは。トモさんこんばんは。あちょっと新しいお客さん連れてきました。篠原さんだ。おおこんばんは。どうもいらっしゃい。こんばんは。砥石借りれないですか。エンチャント剥がしたくて。あどうぞどうぞ奥にありますよ。あざす。はいどうぞ。ちょっと僕の時となんか違うくないですか。えいや、砥石はノーリスクでしょ。金床の時僕ダイヤ払ったんですけど。金床はだって他の人に依頼して作るやつだもん。俺作れないから。砥石は違うんですか。砥石はだってもうただ石と棒があればできるから。砥石は元手がね違いますから。違いますから。そうですよね。そうですよね。あれなんか僕あれ。おられてるかね、ドズルさんがマイクラたくさんやってるから砥石のねあれ分かりますよね。でしょ。いやまあまあ分かりますけどやっぱなんか対応違うなと思って今。石だもんだって。お客さんで対応選んでるわけじゃないですよ。選んでないだって渋原さんここ来るの初めてだもん。そんなことはないか。あいやびっくりした今。それは違う。そんな。あそうかそうか。そんなお客さん。すみません僕の勘違いでした。そうでしょ。はいすみません。じゃダイヤ5ねダイヤ5。いやじゃ今この焼きたらいや確かに全然今焼き鮭しかないんで全焼き鮭ね。じゃあ全焼き鮭で許すから。そういうなんもないなんもないそれで手打ちますから。すいませんちょっと優しいなともさん。ともさんやっぱさすがだ。お疲れ様でした。はいはいはいどうもです。すいませんこんばんは。あこんばんは。お得意先のドズルさんじゃないですか。あどうも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 。トモさんはいはい何でしょう。スライムってまだお探しですか。もう特にスライム夕方いっぱい拾ってきました。あ拾ってきたんですね。はいありがとうございます。今なんかご入り用のやつありますか。なんか今は拡散のエンチャント本拡散のエンチャント本が、うん欲してらっしゃるんですか。サーバーの最後にみんなでさ花火動画に込めて最高ですね。拡散しようかなって思って。あそれはすごいいいですね。拡散か、うん、ちょっとわかりました。家あさってきます。はいお願いします。はい今すいませんありがとうございます。ちなみになんですけど火薬って余ってたりしますか。火薬はね僕もないんですよ。すいません火薬なあトモさんはいこんばんは。トモさん何こちら嘘例の物です。ナイスはい、うん、もちろんありがとう。なんか欲しいのあるんですか。このエリトラに耐久と修繕をつけてます。待って拡散と耐久修繕は。いや拡散ってだって皆さん知ってますか。知ってるよ。知ってます。あんまりだってレアですよかなり。分かってはいじゃあ今つけたこの場で。本当ですか。はいありがとうございます。いいですか。いいよ。ありがとうございます。我々にとってやっぱ拡散って大事ですからね。そうやっぱり拡散そうインフルエンサーにとってはい。ありがとうございます。じゃあね。はいすいませんありがとうございます。お邪魔しました。はい気をつけて。いいんですかこのまま返して。やるか。あトモさん。うわびっくりした。はい。そうやめてくださいそんな化け物みたいなのはちょっと。何ごめん。あこちらあ、そうだ。そう。ここに入れてもらえる。さあ、始まった、別。ありがとう。で、ちょっと物は相談なんですけど、トモさんに拡散の本持ってったら、なんか、エリトラをエンチャントしてもらえるって噂を聞きまして。また社長余計なこと言ったな、あれ。でも、耐久さんだけ俺つけば。はい、ありがたいです。いいですよ、いやー、風の噂たんすけどね。いやー、風じゃないな。社長が口軽だな。あ、しまった。絶対に言うなって言われてるような気もするけど、あ、気のせいか。遅いよ、それ。はい、耐久さん。あ、俺がつけるのか。はい。あー、マジっすか。ありがとうございます。いいよー。耐久さん、修繕。おい、あー、なんすか、またうちに不利な働きしてるな。いやいや、違います。入れてよ、小原さん。そうそう、僕たちがどういう気持ちでこの拡散の本を獲得したかという、ちょっとストーリーをお伝えしたくて。聞きましょうか。はい、いや、もう今日は深夜、もうほんとずーっと僕と小原面で、ダンジョンに潜って潜って。はいはいはい。はい。で、やっとこさ、もう命からがら持って帰った2冊がこの、拡散の本なんです。あ、拡散の本、2冊持ってきてたから。でも多分ダンジョンで途中で捨てたっすよね。絶対。だってそれだってさ、別に拡散目的で入ったならお涙頂戴だけどさ、違う目的に楽しむために入って、たまたま落ちてたものを拾っただけでしょ。俺が欲しいものが落ちてただけで。大きせばましくない？そう。いやでも世の中持ちつ持たれつじゃないですか、やっぱ。それってさ、俺のこと叶えた側がこういうやつだよね。叶えてもらった側がさ、レンちゃんとしてもらった側が、優秀ではない。友さんがやっぱ拡散がこう、欲せられてるっていうところを聞きつけて、やっぱり、社長も立っても、いても立ってもいられなくなってですね、もうタンスの中全部ひっくり返しましたんで、うち。なるほどね。入ってるかなみたいな。そうです、そうです。2冊もらったんでね。僕はないですけど。はい。いや、でもちょっと最後のフィナーレでお手伝いできることあれば、もう何でも言っていただければ。これ、拡散を花火で打ち上げようって思って。めっちゃいいじゃないですか。最高ですよ。そう。あ、そしたらじゃあ僕もちょっと冒険で拡散あったらちょっと全部持ってくるっすわ。お願いします。あればあれだけいいんですか、やっぱ。あればあれだけこのサーバーの人たちに配れるんで。ああ、そういうことか。ああ、なるほど。だから今火薬も集めてるんですよ。花火玉の材料にしてパーンって打ち上げる。ああ、それ用だったんですね。そう。火薬今だって慢性的に不足してるっていう。みんな花火に飛ぶからね。そうですよね。はい。ちょっと。トライデント布教しまくります、俺。お願いします。激流でね、取ればいいから。はい。ありがとうございます。それで。本当だ。集めてます。はい。なるほど。じゃあちょっとまた見つけたら行きますんで。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。助かりました。助かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい。あらこらでお待ちしております。いいよ、ランちゃん声出てるよ。トンさん今、何か、あ、おはようございます。おはようございます。シルクタッチがいるんだね。トンさん、今日今、トモさんが欲しいものなんかありますか？欲しいもの、あ、じゃあ、待って。トウコさん、赤いテラコッタ欲しい？まだ。はい。あ、赤いテラコッタ。赤テラコッタですか？ちょっと無茶ぶりすぎた。粘土でもいいね。あ、粘土？あ、わかりました。赤テラコッタ、メサって発見しました？メサは、ちなみにどれぐらいいりますか？なんか俺言ったかもしれない。テラコッタでしたっけ？テラコッタ。テラコッタ。あ、それ。ディズニーのホテルが混じったかもしれない。ミラコスタ混じったかも。ニスタック。ニスタックある。すごい、なんでも。確か、ちょっと待ってくださいね。黒炭酸さん、アマゾンじゃん。すごいっすね。じゃあ、ドツルさん、釈放。1日1膳トモさんにするっていうのを目標にこの VCR 僕ははいそれだけを生きがいに頑張ってるんですよ。じゃあトコさんなんかお願いして、どうする？なんか言わなきゃかわいそうだよ、だって待ってるもん。ちょ、哀れみでないか。それの言い方なんですか？僕は親切心でお役に立ちたいと思ってきてるのに。なんか僕がかわいそうみたいな、かわいそうな人みたいなやめてもらえます？ごめん。黄色の染色あるんですか？黄色はある。あ、じゃあドズルさんにもあの計画を話そう。何の計画ですか？明日でフィナーレじゃないですか。あ、フィナーレですね。はい。なんでエンチャンターみんなで知ってます？ボウガン花火計画。あ、いや、ちらっとトモさんがそういう計画をされてるっていう。はい。今、みんなでボウガンと拡散つけて、花火をね、拡散で最後打ち上げようっていう。ああ、いいですね。はい。なんで、拡散のエンチャントボックスあったら、エンチャントボンかボウガン。あ、わかりました。はい。その2つちょっと待って。そう、もし見つけたらでいいんで。OK です。そしたら、ここに入れといてください。今、だんだん集まってきてはいるもの。こちらに。ああ、わかりました。ああ、OK です、OK です。ああ、OK です、OK です。あ、こちらに。うわ、すごい拡散の。サーバーのみんなに渡すんで、100は欲しいなっていう。100？ うん。わかりました。任せてください。一応4作持ってきたんで。黒さんありがとう。はい、ちょっと待って、クロスボウを見つけたら。トウコさんが挨拶してたうちの弟子です。あ、ごめんなさい。一番弟子です。ドズルと申します。あ、はじめまして、トウコさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。一番弟子なんですか？一番弟子です。はい。こちら一番弟子のトウコさんで、こちらお医者さんの資格持ってるドズルさんです。お医者さん。お医者なの？はい。医学部ででして、はい。めちゃくちゃ頭いいです。いやいや、そんな頭良くないです。それはガチ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 。こうやってヘコヘコしてるようで、俺のことバカにしてます、心の中で。いや、してないって。でも、1日1日するんですよね。いや、もちろん、もう、はい。ともさんにすべて、マイクラはもうすべて教えていただきました。絶対思ってない。絶対思ってない。でも、どっちの方かな？マイクラの。もちろん、トウコさんが一番弟子だよ。僕はもうトモさんの一番弟子だと思って。いや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 、先輩ですね。弟子だったもん。よろしくお願いします。先輩大原さんの上司。あ、そう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 、大原面の会社の社長をやっております。どうもそうもそうなんです。どうもどうも、いつもお世話になっております。本当の社長です。あ、本当の社長やっております。はい。社長さん裸です。でも裸なんです。裸の王様っていう言葉もね。なるほどなるほど。ピンポンピンポン。はいはい、いや、いらっしゃいお客さん。あ、すいません。はい、どうも。こちらの整備会社で合ってますかね？整備会社じゃないですね。あ、違いますか？はい。いや、先ほど僕2万円で車買ったんですけど、はい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 、この車なんか乗れなくてですね。あ、そちらでしたらお任せください。うちで対応できます。あ、本当ですか？はい、一旦お客様の手持ちに。はい。ああ、いけたいけた。はい、ここだといけるんです。王国の方だとちょっとね、重くていけない時がありまして。そういうことですか？はい。で、一回座席に右クリックで乗ってください。はいはい。で、あと前後 WSD で。あ、これで動けなくなった。いや、さすがです。いや、相談してよかったです。はい。いやいや、で、俺たちがしまう時がコツがありまして、しまう時がコツが、シフトをしながら右クリックです。お疲れ様です。シフトをしながら。はい、そちらで合ってます。あ、ありがとうございます。すごい助かりました。お疲れ様です。お疲れ様です。今の情報量なんですけれど、はい。ダイヤが1スタックになります。お客様。お客様、まさかタダで情報がいただけるとは。いやいやいや、思い出はない。そうですよね。タダでとは思ってないですけど。そうですよね、お客様。ちょっとあまりにも、いや、もちろん情報はこの情報社会においては最も重要なものですけれども。そうですよね。はい、もちろんそうですよね。1スタックですか？1スタック。ちょっとごめんなさい、お財布ATM 行ってきます。一回ね、一回確認してください。はい、どうぞ。お得意様だな。たまりやすい場所みたい。あ、どうぞどうも。あ、こんばんは。あ、どうも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 。あ、どうもどうも。皆さん何されてるんですか？あ、今闇を暴いていました。闇を暴いて。監査の方がなんかうちなんか人を閉じ込めてるっていう噂が流れたみたいな。そんなわけないじゃないですか。あれ？ほら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 。本当にいるのか？仲間ですよ。仲間ですか？人を閉じ込めている。一体何のことだかわからない。わからない。あ、わからない。わからない。わかんないな。閉じ込めている。なんだろう。こんな夜中に押しかけてきて。押しかけてきて。今ならいいぞと言われてきたんですけどね。今なら来てくださいって言われてきたら。今なら呼んだのはそっちだけどな。まあじゃあ100歩譲ってここは本屋さんだとして。はいはいはい。だってあっちにストックあるでしょ。あれどう考えてもストックでしょ。また増えてる。ほらまた増えてる。